しそうな真似はやめたまえよ。君が用があるのは転移者なのだろう。ならば彼女らに関係したことではない。その目でしっかり見るといい。君の相手はこの僕だ。さあ好きにするといい。僕はいつでも死ぬ覚悟はできている。そうか、ならば死ね。安らかに眠るがいい、転移者よ。そんな…だね。わかるよ、その強烈な憎悪の感情。僕も過去に人を刺したいと思ったことがある。実際その相手に脅迫文を送るところまではやった。何の話をしている。あの時の僕は激しい憎しみに正気を失っていた。今の君もそうなのだろう。なぜなら君は悲しい目をしている。訳を聞かせてもらえるかな、お嬢さん。リュカ、なんだ。何なんだあの男は。